こんにちは、鈴木健三と申します。私もね、いろいろあったんですけれども元気にやっていきたいと思います。お願いいたします。さあ、ということでですね、中古ロムに入っているデータだけでポケモン図鑑を埋めようと。ここまでの進捗具合 95%、 あと 5% か。あんたもうすぐだね。 95% と、残りまだ捕まえていないポケモンたちが、左下こちら、今回こちらにポケットモンスター3が3本。なんかややこしいね、3が3本って。ムーンが8本。ウルトラムーン、今日はちょっとこれがあるんですよ。これこれ、ウルトラムーンが1本あります、皆さん。合計が12本。1本目。ちょっと頼むぞ、マジで。あれな、言語選択さえなければ、復活1本目、行こう。来い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 。頼む、マジで。お願い。なんかいい感じ。もう早速ひどいでとさ、はぎぎし、あっ久しぶりだな。マジかよ、幸先悪いね。おい、どんどこどこどん、うわー、イワンウエン、どんどこどこどん、うわー、イワンウエン、どんどこどこどん。お願いお願い、トゥルトゥル、オッケー、よし、いいね。お、順一、ラナキラマウンテン、302匹の132時間17分。めっちゃ良くない？てか、受け取ってない贈り物なんだ？贈り物があるんだって。何、受け取ってない？ちょっと、贈り物から見ていい？これ、期待できそうじゃないか、普通に。めちゃめちゃ。カードアルバムを見る。お、お、何を受け取ってないの？特別版、あ、お渡ししました、お渡し。カビゴン Z、月光が。お、え、セレビーもらえんの俺、マジで？ミミッキー、あー、やった、色違い、え、色違いのミミッキーもらうとこからやれんの俺、マジで、え、嬉しい、あー、やった、あ、嬉しい、普通に、あ、ありがとう、純一、これキッズじゃないか、コロコロコミックのなんか特典とか入ってるよ。おいおい、キッズのデータがどんなもんか見てみよう。キッズのデータなんか、お前ハッサムとか言ってもおかしく、かっけえ、お前本当にキッズか。キッズらしからぬこのファッションセンス。おお、なんだこの手持ちは。カップコケコ、アシレーヌ、カプテテフ、ジュン。何お前、自己投影が過ぎるな。ジガルデ、トゲキッス、俺大好きトゲキッス。ボックス見ていきましょう。行くぞ。どうだ、ひどいでとかあの辺が欲しいよ。どう、あ、え、あ、え、ドンカルスじゃない？ドンカルス持ってないね。よーしゃ、よーしゃ、今すぐ気づいた。すぐ気づいた。一匹目、ドンカルス。いいぞ、いいぞ、いいぞ。もう、これは、もう、めっちゃいいじゃん。もう当たりなんだけど。はぁ？ドンカラスなんかこんなあっさりでいいポケモンじゃないだろう。とりあえず一匹確保。いい、いい、一ロム一匹でも全然これ進捗あるから、進むから。全然いい、全然いい。大いに結構、これは嬉しいよ。パラセクトもいないのか。まあでも、ひどいでと、とりあえずひどいでと、マジで、吐きぎしり。あー、欲しいなー。ここにはいないね。続いて。おっしゃーきた、おいおい、めちゃめちゃ調子いいだろ。おいおい、マジで、はぁ、こんな、はぎぎしに来た。いいぞ、ひ、あとひどいで、あとひどいで欲しい。ひどいで欲しい。ひどいでくれよ。なあ、今日めちゃめちゃ調子いいな、これは。続いて。おい。あんまり、あーしゃ、おいおい、マジで。ねえ、これちょっと、ああ、やばい、このロム。なにこれ、これ俺のために用意されてるロムだ、これ。俺、マジで。やった。これは、これはすごい。ああ、やばい。これはいいぞ。俺のためのロムだ。ほら、もう3、この3匹はでかいでしょ。引退したロムなのかな。でもちゃんと名前、親名純一だよ。純一、これはな、ひらがななってるから多分別ロムなのかな。親名純一だ。引退しちゃった人なのかな、これ。こんだけポケモン残して売ってるって。あー、そうか。まあでも俺の手に渡ってよかったよ。データ消されちゃったりするより有意義に使える俺の方がきっと。めちゃめちゃいいロムだな。これはありがたいぞ。これはゴローニャいるけど、ゴローンがいないと。まあ、お決まりのパターン。ブーバン、俺ブーバン持ってる。ああ、やった。何これ何これ
あーやばい、ブーバーもいる。やった。ねえ、もうちょっと ここへ来て一歩で良い。ねえ、もうちょっと終わる。ねえ、ちょっとひどいでくれよ。もうここまで来てひどいでくれ。続いて、詰まってね、ほい。誰かいるかな、誰かいるかな。なんかパッと見て分かんない。あ、こいつママンボウじゃない。ママンボウだ。やった、ママンボウポテツァ。え、あと何。ねえ、めっちゃ出る。な、何このロム。やらせを疑われてもおかしくないレベル。バカバカ出てくるんだけど。おい、続いて僕だ。あ、アバゴーラじゃない、アバゴーラもいる。ねえ、終わるんだけど、マジで。アバゴーラ、ねえ、ちょっと、企画が潰される。アバゴーラもいる。何匹目これ。 1,2,3,4 の5,6 匹目か。6匹目アバゴーラも出た。これこの列全部神経。やべえ、やらせがすぎるだろ。ちょ、不正を疑われるんだけど。笑いが止まらん。そう、もう笑みが微笑み、俺に微笑みを与えてくれるこのロム、素敵すぎる。ポケモンでこんな笑顔になれるなんて最高のゲームなんだけど。最高のゲーム、ポケモン。ひどいで出てくれたら、このサンムーンの呪縛から俺は解き放たれるんだけどな。あー、いた、あった、いた。やった。ランタンいた、ランタン、ランタン見ました。ハッサムブルー、あのあたりが欲しい。ハッサムブルー、ハッサムとかいそうじゃない、いそうじゃない。あとダイノーズ、ダイノーズってなかなか見ないな、マジで。これなんだこいつ。あー、ダルマッカか。ヒヒダルマになるやつだ、ダルマッカは。あー、ハッサムもいる。ハッサムやべえ。なんでこんなにいっぱいいるの。本当に視聴者かもしれない、もしかしたら。違うかな。な、こんな都合よく。ハッサムもいる。ハッサム。ねえ、もうひどいでいてくれたらもう言うことないんだけど。本当に。ねえ、もう終わらせよ。じゃあもう分かった。このロムで終わろう。消化試合にしようぜ、残りを。全然構わん。俺残り全部消化試合でいい。お、なんだこのボックスも、すごい。なんかすごいぞ。お、ミュウだ。ミュウなんか何匹いてもいいんだから。いや、いいね。ちょっと配布のポケモンは全部もらおう。いや、嬉しいな、ちょっとマジで。こう、相当な当たりロムだな。本当に。ああ、配布の、あれもいて。めちゃめちゃいいじゃん、このロム。最高じゃん。ほい。パラセクト来た、パラセクト。もうなんかさ、感動が薄れてきる。パラセクト。もうじゃバンバン割ってくる。ひどいで、あとひどいで。これマジで、俺の日頃の行いの良さじゃん。こんなんマジで、間違いなく。これはゴローニャでしょ。ゴローンが欲しいな。ゴローニャ。もう終わりか。もうぼちぼち終わりか。まあまあ、こんだけいたらもう、おんの字だよね。もう、文句は言えないでしょう。大当たりでしょう。あ、何これ、見て。おし。ねえ、もうマジで俺、あとさ、ひどいでだけじゃない。俺、マジであとひどいでだけだと思うんだけど。ねえ、ちょっと待って。終わるぞ、お前ら。いや、あー、ブルーもいる、ブルーもいる。何これ、何この不正ロム。これでまだ2本目だぜ、今日の。ビブラーバもいそうじゃない、どっかに。隠れてるんじゃないか、ビブラーバもどっかにいないか。いるて、こんな、お前。いるだろ、検索かけよう。ちょっと、ひどいでいそうじゃないか、ひどいで。おい。いない、いない、ひどいで。
いないねー、いないか。ビブラーバも一応図鑑登録はされてるっぽいな。ビブラーバ見ていきましょい。ビブラーバいないね。あ、ということなんで、とりあえずこのロムは、でも12匹。やべえな、12匹って。この、これ全部今回新規。いや、これは相当な進捗具合。やばいしょ。始まったしょ、始まったってか、まあ終わるんだけど。頼むよ。お、いいね、ちゃんと。初期化されていないロムを引くことができました。ほい。どうだ？ライゾ、あ、でもいいんじゃない？悪くないね。プレイ時間118時間。図鑑が126匹。まあ、図鑑はね、正直あんまり当てにならない部分あるんだけど、ただプレイ時間が118時間。これはかなり期待できるんじゃないでしょうか。頼む。ひどいでいてもおかしくないでしょ。ねえ。クリア後だよね、これ多分で。見ていきます。ほい。頼む。ひどいではいない。カイリキ、パルシャ、ニーフィア、グレートボノ。まあ、完全にアケボノから取ってんのかな。グレートボノ。トゲデマル、トリトドン。カイリキも配布だ。あ、吉田沙織のカイリキだ。勇敢な性格。これもなかなかレアなんじゃないか。わかんないけど。やった。もうだっち。これなんだ、もう厳選済みなのか、この人たち。違う？ずぶといだし。あ、6V だ。あ、すごい。あ、すごい。なにこれ。あ、すごい。あ、なにこれ、すごい。あ、これ、戦闘用じゃない普通に。ガチで使ってたやつじゃあ。もらっとけ、もらっとけ。ほら、俺ちょっと、根っこが貧乏人だからさ。もらえるもんはもらっとけの精神なんで、もらっとけ、もらっとけ、お前。わあ、もらっとけ、もらっとけ。やった、やった。嬉しい。ラッキー。イエーイ。あ、なんかこの人もなんか道具持ってる。何？素晴らしい。あ、こいつも、こいつもそうだろ。もらっとけ、もらっとけ。いいぞ。いい、いい、やった、やった。ひどいでなんかお前、いろよ。なんでいないの？なんでみんなそんなにひどいで嫌いなの？ひどいでって人気ないのかな？まあ、贅沢は言えないな。こんだけいるだけでも、同じだな、マジで。プレイ時間が多いほどいい。43時間か。まあどうなんだろうか。ただ図鑑の数が98匹。まあプレイ時間、図鑑の数ともに3桁いかないというところ、トト君、見ていきたいと思います。ただね、残るはひどいでビブラーバ、この2匹だけなんで、まあ可能性は全然あるんじゃないかなと。もうどのロムにもこれ可能性あります。ひどいでとビブラーバだけなんでね。何これ、どこ？なんでこんなとこで？レヒレ捕まえた後とかですか、これは。わかんないですけど。とりあえず見てみましょう。ポケモン、手持ちから。ほい。どうよ。ジュナイパー、フーディン、ウィンディー、ジバコエル、ケケンカにベルシアン。なんだこの、チームは。トゥトゥ、どうよ。ひどいでぐらいいそうじゃないか？ひどいで、ひどいで、ひどいでいないか。そうか。なんかさ、この辺の、ちょっと青いポケモンたち見ると、やっぱちょっとひどいでに空見するよね。おーっと なっちゃうね。難しい。ビブラーバー特にな、難しいところあるか。続いて、ほい。あ、終わりの匂いがするぞ。おいおい、3ボックス目でこのざまか。おい、終わりの匂いがするぞ、お前。終わりじゃないのか。まあ、サクサクいく。まあ、サクサクいくか、じゃあ。もうしょうがねえ。でんでん、でけでてけでてでて。素晴らしい。いいぞ。アンナちゃん、ただ可愛いからいるぞ。アンナちゃん、一番道路にいるの？なんで？一番道路にいないで？図鑑87匹、プレイ時間が107時間55。アンナちゃん。んだお前、アンナちゃん。こんな見た目可愛いけど、おい、なんか、ほっそ。なんかさ、ゲームのキャラクターにこんなこと言うのもあれだけどさ、ほっそいな、お前。ほっそくない？キャバ嬢みたいじゃない？なんか、アンナちゃんこれ。不健康な細さだね。アンナちゃん飯食え、ちゃんと。こんななりしてて、お前実際、実のところプレイしてるのはババアとかっていう可能性も全然あるからな、お前そんなもん。手持ちから見ていくぞ。ババアはお前、ババアしか食わねえザラメのせんべい食ってろ。行くぞ、おい。ポケモン。ピチュール、ナーラ、ドダイトス、ネクロズマ、カプレヒレとサザンドラ。サザンドラ、ドダイトスいるね。ドダイトス俺好き。皆さん、ドダイトス好きの皆さんは、映画、名探偵ピカチュウぜひ見てください。おー、なんか、思いのほか結構ポケモンいるじゃん。なにこれ、この品揃え。あ、ワンチャンちょっと期待が持てる品揃えだね、これはね。ほい。なんか、いそうな感じはあるんだけどな。ひどいでぐらい、いそうな気はあるんだけどな。
なかなか見かけないな。ひどいで、ひどいで出たら終わりなんだけどな。続いて、なあ終わり臭いな。あーなかなかテンポがいいですね。あいいね。あここへ来てか、マジか。今この一瞬の暗転っていうの、ちょっと一回ファッとなるじゃん。あの感じから見て俺はデケデケテンテンかと思ったんだよ。お前ウェイボンウェンだ。お前久しぶりだな。ウェイウェイボンウェンダンダカダねえ、オッケー、よし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 、素晴らしい。もうウェイボンウェンじゃないだけ全然いいわ。行くぞ。おー何匹？お、マヨちゃん。かわいい。なんか、あ、小学生っぽい。マヨちゃん。図鑑175匹。プレイ時間113時間56分。いいですね。まあ、じゃあ期待持てますよ。ひどいでいるんじゃないですか、マヨちゃん。マヨちゃん、この、あ、なんか、おぉ、いいですね。いい感じに肌も焼けてて。海とか好きそう。海とか好きそう、イコールひどいでとか持っててもおかしくないんじゃないかな。ポケモン手持ち見ていきます。ほい。みんな同じような手持ちだね。もうどうなの。なんだこのボックス、珍しいな、なかなかこのポケモンたち。お、8、1。ひどいでなんかいそうだけどな。なんか本当にいつも同じメンツなんだよな、この辺で見かけるのって。この辺にいるのかな。あ、フライゴンがいるんだな。フライゴンいるパターン本当多いな、マジで。ひどいで出てくれば終わりか。そうか、しょうがないね。デケデン、デンデン、デケデデケデデデデ、いいね。ああ、いいね、ヤマトくん。オーソドックス。俺とあんまりこの、あれかな、初期アバターからいじらない感じ。初期アバターが一番かっこいいもんな、結局な、お前な。わかってるわ。俺も初期、ヤマトくん、バトルツリー。なんかバトルツリーでセーブしてる人多いな。図鑑が147匹。これは期待できるんじゃなかろうか。見ていきます。ほい。どうよ。いいよ。いいね。なんかここで終わってる人ほんと多いな。これなんかあんのここに。よくわかんないけど。まずは手持ちから見ていきましょい。はい。どうよ。月光がストライク。なんだこの組み合わせは。謎の。おい、ちょっと待て。お前まさか。お前、転送済みとかじゃないよな。頼むぞ。あ、ウルトラ、あ、なにこれ。ウルトラ、あ、お前。おい、この槍やりやがったな、てめえ。計画的な、お前、あ、こいつやりやがった、こいつ。ウルトラさん行く。なんでこいつらウルトラさん行けなかったの。なんでこいつらは予選落ちしたの。なんでこのボックスまで入れられてギリギリで落とされ、かわいそう。ウルトラさん行く。お前この野郎やりやがったな、てめえ。あとな、あ、終わりか。終わりっぽいな。もう多分転送済みなんだろうね、きっと。普通に見ていきたいと思います。9本目。どうよ。いいね、9本目、素晴らしい。あと、おー、あーから塔外れ、ヤマちゃん19匹、13時間。あら13時間。ああ、あら、まず手持ちから見ていこうか。山ちゃん、おっ、やったやった、イエーイ。もう山ちゃん、山ちゃん、ヤマちゃん、やった、ヤマちゃんのロムでひどいで来た、来た。もうあと1匹19匹のうちに1匹がいたよ。お前最高、ヤマちゃん。完全に油断していた、ヤマちゃん。ヤマちゃん最高。お、なんだこのボックスは。なんか謎い、ラブカス、ラブカスっつってたのか、さっきから。あ、そう。なんで、ハートのロコ目当てか。え、ラブカスってこの時代もハートのロコ持ってる。ラブカス釣り押してたんだ。ハートのロコいっぱいあるのかな。ボックスももうこんだけか。全然構わない。全然いいわ。だって山ちゃん、お前ひどいで出てたよ。もう俺これで次回からさ、サンムーンに縛られなくて済むんだ。最高じゃん。でけでけでって。てけてってってけー、素晴らしい。てってけててけてて、いいね、もうこの画面が気持ちいい。ほい。ビブラーバがいてくれれば、こんにちは。ちょっと手持ちのポケモン見させてもらってもいいですか。すみませんね、これ任意なんで。あれなんですけど、おい、イエー、オッケー、素敵、イエー、いいね。お、ヒーロー、おい、
ヒーロー図鑑62匹プレイ時間48時間、ヒーローくん、俺にとってのヒーローにもなってくれるんじゃなかろうかという淡い期待を込めて見ていきたい思います。どうでしょうか。3の手持ち、ヒーローくんの手持ち見ていきますよ。ほい、どうよ。ビブラーバはいない。メタグロス、ソルガレオ、大剣キルナーラ、ネクロズマ、あ、なんか期待持てるんじゃないか。これボックス期待できそうなボックスの中身をしてますよ。これはいてもおかしくないんじゃないのな。俺ちょっと俺のヒーローになってくれよ。あとビブラーバが1匹いるだけで終わりなんだよ。ほい、いやー、なんだって。おい、嘘だろヒーロー、お前まさか俺の、あー12本目、来い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 、テケテケ、なになに、怖い怖い、テケテケテンテン、テケテンテンテン、テケテテケテ、オッケー。あ、そっか、ウルトラムーンだから違うんだ、音楽も。テテーテンテン、テケテンテンテン、テケテテケテテテテ、いいね、行くよ、頼むよ、行くよ。3500円、金の力、3500円だぞお前。3500円、ニベアなんでニベアなの。3500円だぞお前。おいおい、ニベア。今回の1万円分、まあ多分厳密にはおそらく1万5000円分ぐらいかな、が終わりまして、ここまでの合計が8万円分、まあ多分厳密には10万円分くらいなんだけども、というところで、ポケモン図鑑がすごい埋まりました。見ていきましょう。ほい、ご覧ください。おい、もうやべえ、もう王冠がいっぱい出てる。 99%、 いや来たね。あと1匹で図鑑完成というところまで来ました、皆さん。これはこれは相当すごいでしょう。終わるぞ、いよいよビブラーバが出てくれれば終わりということなんで、ちょっと次回からは、この、サンムーンの買い漁りは、ちょっと一旦終わりまして、ビブラーバ狙いで、ビブラーバ一匹のためにですね、お金を。だから来月は、ビブラーバ一匹を出すためだけに、僕は1万円分のロムを買ってきます。ところなんで、というところなんで、ちょっとね、来週からはちょっといろいろまた変わってくるんじゃないかなと思いますけれども、どうなんでございましょう。ビブラーバが欲しい。あと1匹。今日はめちゃめちゃ進捗がありました。これは気持ちいいね。これがあるからこういう中古ロム買うのはやめられないですね。というところでございます。皆さんもぜひね、中古ロム買ってきてください。以上、8万円分でございました。10万円分までに、完結、これいけるかな、残り2万円分、残りだから2ヶ月よ。で、いけるかな、難しいなっていうところでございますけれども、ああ、目指していきたいと思います。ということで、お疲れ様でございました。以上、さようなら。